さあ、オリックスですけども、皆さん、金曜日までもうしばらく時間があるということで、いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマは、今年のドラフトについてお話をしていきます。結局のところ、この2022年ドラフト、まあ、豊作なのか不作なのか、人によって本当意見が分かれるので、まあ、どっちでもいいんだろうなと、個人的には思ったりしてるんですけど、まあ、来年だったらね、去年は豊作だ、みたいなことをね、言う人も出てきそうなので、個人的には別に不作でもないんじゃないかなとは思っているんですけど、このあたりは本当にね、まあ、人によって分かれるので、どっちでもいいんだろうなと、ちょっと思っていきました。ただ、今年のですね、まあ、市場に関して言うと、豊作であろうが不作であろうが、大学生の右ピッチャーっていうのは非常に数が揃ってると言われてます。結構な数がいるので、もしかしたら2位とか3位まででも有望な大学生の右ピッチャーであれば獲得ができるんじゃないかと言われております。オリックスの傾向で言うと、ドラフト1位っていうのは、あんまり出身地とかパイプとか体格とか、まあ、関係なしで、それでもね、あまりの低身長はいないですけど、あんまり気にしてはないのかなと思うんですよ。で、2位以降で言うと、まあ、過去に指名経験のある大学が非常に多いと。で、それも、まあ、結構遡ってもね、いるのであれば問題ないみたいな感じなのかわかんないですけど、指名経験がある大学ばっかりになってます。で、仮に指名経験がなかった場合でも、野口選手のようにこう、オリックスジュニアとか、非常にこう、オリックスと何らかしらで、ね、ゆかりのある選手が、まあ、指名をされているということで、ムクノキ投手をこう、変則というふうに入れていいのであれば、大学生の右ピッチャーは、ここまでは変則の投手ばっかりです。近畿大学の村西投手とか、立教大の中川颯投手とか。なので、もう本当に ノーマルなね、普通のこの大学生の右ピッチャーっていうのは、福良 GM 以降は指名されてないのが事実になります。そんな中、まあ、数は揃ってると言いましたけども、今年どんな大学生の右ピッチャーがいるのか、今回ですね、ドラフト上位候補の選手をざっとご紹介していくので、結構の数いますので、ぜひ皆さんのお好みの投手がいるか、ぜひ一緒にね、見ていきましょう。まず一人目、富士大学の金村翔馬投手でございます。176センチ、80キロ、150キロがマックスのボールですけども、大学の代表候補にも選ばれていて、もうすでに12球団が視察をしているという投手でございます。下手したらドラフト1位でね、指名されるんじゃないかみたいな話があるんですけど、広島とかがめちゃくちゃ指名しそうだなと。あと日ハムとかも指名しそうですかね。はい。コメントを残しているのはソフトバンクとかオリックス、DeNA、ヤクルト、阪神、広島でございます。なんとなくプロだと勝ちパターンとか後ろでこう活躍するんじゃないかみたいなコメント的にはね言われてますけど、オリックス富士大学の指名経験全くないので、ドラフト1位であれば可能性としてはあり得るのかなと思うんですけど、個人的に一オリックスファンとしてはですね、大学生の右ピッチャーはもうね、去年ムクノキ投手指名してるんで、できれば指名をしてほしくないなというふうに思っております。そして2人目、上武大学の加藤大成投手ですね。182センチ、82キロ、マックスが153キロと、非常にこう体格もあってスピードボールを持っている投手なんですけど、11球団が視察をしております。コメントを残しているのはヤクルト、ロッテ、中日ということで、上武大学といえばですね、松井正人、足立選手といったようにオリックスパイプが非常に強いです。まあ、群馬県のね選手っていうのはゆかりがある方なので、もしかしたら指名するのかなというふうに思っております。そして3人目がアジア大学の青山みなと投手ですね。182センチ、84キロ、マックスが150キロの投手ですけども、大学代表候補にも選ばれております。個人的に選手権前に僕は第2回の予想で菊池投手、これからねご紹介しますけど、菊池投手を2位で考えていたんですけど、大学選手権前に個人的にはひっそりと3位で、まあ、予想してましたけど、まあ、アジア大学ね優勝してしまったので、まあ、大活躍をしてしまいました。もうこれ3位で絶対取れへんなと思うので、もしかしたらドラフト1位で指名される可能性すらあるので、今後ねちょっと第3回に向けて予想を考えていこうかなとは思っているんですけど、なんとなく中日とかが、まあ、指名しそうだなっていうふうに思いますよね。はい。コメントを残しているのは他に巨人と広島もコメントを残しているということです。まあ、アジア大学でいうとオリックス、頓宮選手がいますし、これまでもね、アジア大学の出身の選手たくさんいますから、パイプ的には問題はないということでございます。そして4人目、さっきも言いましたけども、専修大学の菊池陸投手でございます。183センチ、93キロ、マックスが151キロの投手でございます。この投手も大学代表候補に選ばれていて、11球団がすでに視察をしていると。で、コメントを残しているのは、巨人、広島、楽天、日ハム、ヤクルト、ロッテ、DeNA なんですけど、特にこのロッテと DeNA が割とこう、ぞっこんな感じがするので、なんとなく指名をしそうだなと、思っております。まあ、第2回でですね、個人的には2位予想で考えていたんですけど、まあ、振り返ってみると、専修大学の OB っていうのがいなかったので、予想しときながらすぐに外しました。はい。その代わりに、青山投手をね、3位で予想してたんですけど、大学選手権で大活躍終わったので、ちょっと外してるというような状況でございます。まあ、トートでね、2部なんですけど、安定感抜群で、個人的
的にはコントロールがめちゃくちゃいいのが好みでして、すごい制球20丸ということで、防御率も通算で0点台ということで、まあ、真っ直ぐが非常にいいんですけど、なんか巷ではね、変化球にちょっと武器がないんじゃないかっていう人もいてですね、このあたり今どう考えるのか。ああかなと思います。はい。そしてもう一人、立教大学の庄司康生投手ということで、188センチ、88キロ、153キロがマックスのボールなんですけど、大学代表候補にも選ばれております。すでに9球団が視察をしていて、なんとなく後ろじゃないかというふうに言われてるんですけど、まあ、立教といえばですね、オリックスめちゃめちゃパイプが強いということで、6大学でも明治と立教は強い方ですよね。中川隼人投手もいますし、大城選手もいますし、立教大学でいうと非常にこうパイプが強いです。で、金村投手もね、広島が指名しそうだみたいなことを言いましたけども、庄司投手もしそうだというふうに言われていてですね、その他にも巨人とソフトバンクがコメントを残しているということです。非常にこう、ボールも強いボールがあって体格もいいということで、割とこう、即戦力というよりかは素材型だと言われてますね。若干、なんとなくですけど、コントロールが悪いような印象を受けたりはしております。続いて、東洋大学の畑野春樹投手でございます。188センチ、95キロ、マックスが156キロのパワーピッチャーですけども、すでに7球団が視察をしているということで、西武が絶賛をしております。その他にも阪神とソフトバンクがコメントを残しているということで、オリックス東洋大で言えば、小田井もいますし、中川圭太選手もいます。東洋大非常にこうパイプがね、とうとう中でも、青学と揃って強い方なので、畑野投手ですね。オリックスファン的にはどう見えているのでしょうか。続いて、神奈川大学の神野竜道投手ですね。180センチ、83キロ、マックスが152キロのボールなんですけど、この神野投手、神奈川大学にもいるんですけど、地元が横浜ということで、DeNA がもうすでにコメントを残しています。めちゃめちゃ指名しそうですね。地元枠があるのかわかんないですけど、なんとなく指名がしそうじゃないですか。はい、代表経験もあるということで。続いて、中京大学の神戸智也投手でございます。180センチ、77キロ、マックスが150キロのボールを持っているピッチャーなんですが、もうすでに5球団が視察をしています。コメントを残しているのがオリックスと中日ということで、非常にこう好みが揃っている2球団ですけども、広島がですね、野手ナンバーワンと評価をしている沢井廉選手も中京大学なんですね。なので、もしかしたら、オリックスのようにですね、ムクノキ選手と大里選手のように、なんかこうセットで指名をするっていうこともあり得るのかなと、球団によってはね、思ったりしました。オリックスね、中京大学指名経験ないので、このあたりですね、育成であれば可能性あるかなとは思っているんですけど、もしかしたら沢井選手指名して育成で指名するみたいなことがあるかもしれないですし、その前にね、支配下でこう注意ぐらいで取られる可能性もあるのかなと。思います。続いて、関西学院大学から西隼人投手でございます。178センチ、84キロ、マックスが152キロのパワー系のピッチャーでございます。阪神がすでにリストアップをしていてですね、関西ナンバーワン評価と唯一この阪神だけが、西投手をナンバーワン評価にしていると。その他で言うとソフトバンクもコメントを残しているんですけど、関大とか近大とか立命館がひしめくリーグで防御率が0点台と素晴らしい成績を残している投手でございます。オリックスで感覚といえばですね、まあオーナーもそうでしたし、田口コーチもですね、関西学院大学ということで、パイプ的には全く問題がないので、もしかしたらこっそり指名するなんてことも可能性としてはあり得るのかなと思っております。続いて、佐伯海斗投手ですね。大阪経済大学の投手ですけども、181センチ、86キロ、マックスが152キロのボールを持っております。阪神以外はですね、まあ、巷ではこう、関西ナンバーワン投手だと、大学では言われているということで、オリックスの2軍戦でも投げて好投しました。その時はね、正隆がこう、調整中という形でね、2軍の試合に出ていて、しっかりと正隆も抑えていたということで、4球団がすでに視察をしております。オリックスとロッテ、DeNA がコメントを残しているというような投手なんですが、なんとなくね、リリーフ評価だというふうに言われていて、コントロールも普通なんですけど、まっすぐが非常に強いというふうに言われていますね。そして最後、九州産業大学から渡辺翔太投手でございます。182センチ、88キロ、マックスが151キロのパワーピッチャーなんですけど、去年全国大会にも出場はしているんですけど、まあ、ちょっと若干ね、コントロールに苦しんでいるというような情報があります。コメントを残している球団の情報はないんですけど、代表候補にも選ばれているということで、以上ですね、この動画だけでも11名ご紹介しました。その他にも沖縄大学にもね、大学生の右ピッチャー注目されている投手がいたりとか、この動画では触れなかった選手もたくさんいると思うので、ちょっと折り方と、この選手も言ってないんじゃないかというふうにね、思われる方はぜひコメント欄の方に残していただけたらと思いますし、今日ご紹介した11名の中で皆さんの推しはいましたでしょうか。そしてオリックスが指名しそうな選手、オリックスに合いそうな選手もしいましたらぜひコメント欄で残していただけたらと思います。ということで今日は今年のドラフトの大学生右腕が豊作だということで上位候補の選手11名ご紹介しました。ぜひコメントしていただけたらと思います。それでは本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。